皆さんこんにちは、料理男子のぼっちです。今日作るのはこちらの色とりどりの夏野菜を使った即席漬けを作っていきます。実際作っていきましょう。ではまず夏野菜の材料を切っていきます。まずはきゅうり切っていきます。ヘタを落としまして、5ミリ程度の斜め切りで切っていきます。こんな感じです。続いてナスビを切っていきます。ヘタを落としまして縦半分に切ります。それからきゅうりと同じように7ミリ、5ミリ程度の厚さで切っていきます。こんな感じです。続いてみょうがを切っていきます。みょうがは縦に4等分します。こんな感じです。トマトはヘタを取っておきましょう。これで野菜の下ごしらえの完成です。それでは漬けダレを作っていきます。水を 200cc、 めんつゆ 80cc、 お酢大さじ2、塩小さじ1、そして今回ポイントの昆布茶、こちらを大さじ1入れます。材料を入れ終わりましたら泡立て器でしっかりと混ぜておきます。昆布茶を入れることで昆布の風味が野菜に染み込みやすくなり、より美味しくなります。こちらで漬けダレの完成です。仕上げです。先ほど切った夏野菜を入れていきます。ちょっと入らないですけども、入る量を入れていただいて、先ほど作った漬けダレを流し込んでいきます。しっかりと蓋をして冷蔵庫で一晩冷やします。しっかりと蓋をして冷蔵庫で一晩冷やします。それでは一晩ました。いい感じに使っております。そしたらこれをお皿に盛り付けていきます。もみじなんかを入れてあげると可愛く仕上がりますね。はい、完成です。できました。今日のテーマはですね、日本の
朝ごはん的な感じで仕上げてみました。昨晩漬けた漬物がしっかりと使っております。それではいただきます。では先にキュウリからいただきます。続いてナスビとミョウガをいただきます。ミョウガの苦味がいいアクセントになってますね。これはご飯が進むこと間違いなし。時間を短縮したい場合は漬けダレを一度お湯に沸かして、そこに野菜を入れていただくと1時間程度で野菜が浸かりますのですぐ食べられます。ぜひ試してみてください。それではごちそうさまでした。